では、改めまして、こんにちは。ただいまご紹介いただきました。日本ペップトーク普及協会認定講師の中野律と申します。よろしくお願いします。えー、っと、そうですね。この律っていう名前なんですけど、律、ナビスコ律ではございません。律カールトンからいただいてまいりました。やっぱり、名前が変わるだけで姿勢が違うというか、 言葉って本当にすごいなって。呼びかけだけでもこんだけ気分が変わるんだって、もうこれ実感しております、はいえ。そんな言葉がけ大事にしながらいてる、あのー、私とです、ね、言葉の力でやる気を引き出す講演家として今、あのー、活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、4年前まで私こんな がっつりことしてたんですよね入試直前ガイダンスってこうあるんですけど結構こう日本語関係のお仕事とかなんですけど一番私が濃かったのはこの大学受験予備校これはあの先ほど池畑先生と私の母校にもなるんですけどもそこで20年副校長という形で、はい、あの生徒と向き合ってまいりました。4000人ののの生徒その奥おのお父さんお母さんん母方 どう向き合っていく中で、本当に言葉ってすごいなって実感しました。えー、でも言葉の力で、あ、言葉の力で未来は作れると確信した次第です。はい。さて、えー、今日、今日のテーマ、キーワードは好感度アップでございます。そちらに行かせてください。はい。皆さん、 好感度ってどういう意味かわかります。好きだなあ,あの人、また会いたいなあとか、一緒に話してて、もっといたいなあとか、まあ、そんな気持ちにさせてくれる人、皆さんの周りにはいらっしゃいますかいや、私の周りにもたくさんいるんですね。えっと、皆さんはここが好きだなぁ でまあ、どんなところにその好感度を測るアンテナを張ってらっしゃいますかお洋服であったりとかありますよねいつも素敵な服着ててこの人素敵それでも好感度が上がりますよねいやすごい素敵なもの持ってるっていうような持ち物でありますとかそれか今しおりさんがお話してくれたメイクでありますとか まあ、いろんなところにアンテナを張って好感度を測ってるわけなんですよね。私の周りにもたくさん素敵な人がいるんです。す素敵だなと思う人の、まあ、共通点と言いますと、はい、あのもちろんの服とか持ち物とかメイクもちろんそうなんですけどいろんな方共通して言葉がけがうん。あのー 否定語がすすごいい少ないんですだからお話ししててなんかこう気分がドンとなってても忘れてしまって一緒に話してしまうっていうか、はい、今日はいろんな見方で好感度っていうのを測っていらっしゃると思うんですが今日はあの言葉言葉がけっていうところに絞って皆さんとあのお話をシェアしていきたいなと思っております。はい、えー、私ね まあこの年になってどうかなと思うんですけど今私の中で好感度が爆上がりしてる方がいらっしゃるんです、はい、ちょっと年がいもなくファンクラブ願ってたとかしてるんですけどね、はい、誰やっていうことなんですがいや実は SnowMan のここまで来たら分かりますか目黒蓮くんなんですねそんな人知らんって言われるかもしれないですけど私の中では 今この年でジャニーズ会。え、もうスノーマン会。もうあの、去年まで全然ジャニーズもスノーマンも知らなかったんですが、あの話題のサイレントをきっかけに目黒蓮くんを出会いまして、で、連日時の人でありますから、朝の目覚ましテレビから、まあ、えっとそうですね、1日に6本ぐらい出る時ありました。すみません、ある時はその6本を追いかけて、 彼の言葉を聞いたりしたんですけどねいや。本当に素晴らしいなと思っているのは、あの、いつ聞いても否定語が少ないんですね。私はそこが、もうあの、好感度爆上がりの一番の箇所でございます。はい。で、これがですね、実はこれから皆さんに紹介するペップトークと似てるんです。はい。ペップトーク。 言葉を聞いたことある方いらっしゃいますかこれからお話ししますね。はい。言葉の力、何度も私今言わせていただいてるんですけれども、あの、時に人を悲しませたり、怒らせたり、あの、行き着くところ、もう死にたくなるような気持ちにさせてしまうような、そういう力もありますよね。でも、方や、 この言葉を聞いて、なんか涙が出そうになって、リラックスしたとか、素直になれたとか、嬉しいとか、もっと頑張ろうとか、そういう気持ちにさせる力もあります。ペップトークはその後者の力があるとお考えください。やる気にさせる言葉がけ、ペップトークというふうに入れていただけたらと思います。実はこれ、 っていうのは辞書にも載っておりまして、はい、ご存知ですかそのまま、元気か勇気という意味がございました。はい、えー、文字通り、元気を与える言葉だけという意味でございます。えー、これはですね、もともとアメリカ生まれでありまして、スポーツの現場でよく使われている言葉でありました。 え試合の本番、開始前、監督や上司や親などの指導者にあたる人が、選手、部下、子供などに、その試合で最高のパフォーマンスを出せるように、激励のショートスピーチをした。それを指すんですね。その言葉を聞いて、選手たちは相談。 ここで勝とうと思って、あんだけ一生懸命やってきたんだ。あれに変えながら、前向きな背中を押しでもう本当に気持ちを高めて、グラウンドに出ていく。そんな光景を想像していただけたら、正解に近いかと思います。でも、今はですね、いろんなところで使われてます。元は、スポーツの現場だったんですけども、会社の上司から部下でやりますとか、 親から子でもでありますとか仲間から仲間それから自分に対して自分から自分にペップトークをして大丈夫大丈夫できるできる実は今日もかなり緊張しておりまして日中大丈夫大丈夫自分にかなりペップトークしておりましたはい、はい、えー、ペップトーク実はこれはあの 企業戦略みたいなものでございますから、人の目に触れることがないんですね。ですから、教会では何千もの,あの映画を見て、映画を見て、映画を見て、これがペップトークだっていうのを突き詰めて、ある特徴を見出したんですね。はい、ここに出ております。ペップトークというのはポジティ語です。ポジティ語というのは、 肯定的な言葉。はい。先ほど私が目黒君を例にとったあの肯定的な言葉を指します。そして相手の状況を受け止めて、ゴールに向かって、短くてわかりやすい。その言葉を聞いて、その人のその気にさせる。そんな言葉がけのことをペップトークと言います。それを聞くと勇気づけられたり、 元気づけられたりとかするので、勇気づけトークと呼ばれています。一方、この反対のことってありませんか励ますつもりなんですけどねうん。ちょっと残念なる場合。これ、名前を作りました。ペップの反対のプッペと、想像つくりますかね。反対の言葉です。ネガティ語で、これは否定語です。 相手のためと言いながら、ゴールを無視して、延々と人のやる気をなくすような説教命令になってしまってることってないですか私もやってしまいますし、言われますし、励ましてくれてると思うんですけど、残念な気持ちなんですよね。これ、残念トークと言われています。はい 実はですね、私、池端先生が先ほどおっしゃってましたけど、私55の時に池端先生と再会するんです。実は18歳の時から存じ上げております。やややんちゃな方だと記憶しております。はい。55の時、実はエース学館という、うん、えっと、 副校長をしてた。はい。20年続けてたんですね。でもその仕事をやめようか。真剣に迷い悩んでた時だったんです。うん。その時、池端先生は、りっちゃん、ここで僕に会うっていうことは、もう新しいなんかもう始まってるってことやで。ゴーやろ。55歳ゴーゴー、レッツゴーやんけ。 でこんな、うん、もうすごいパワフルな言葉で私に声をかけてくれたんですね。うん。もう一言で決断しました。誰かに強くそういう言葉を言ってほしくて、背中を押してほしかったのかもしれません。一番その時欲しかった言葉だったと思います。実はこれがペップトークなんです。ペップトークは決まってません。送り出した相手の人が、 それを聞いて、顎が斜め45度上がって、目線が未来を向く。その言葉が、そうなった時に、逆にその言葉がペップトークだったって考えてくださったら、これも正解に近いと思います。あの、そうですね。ペップトークっていうのは相手が主役なんですね。私も逆にするだけではなくて、 池畑先生からいただいた、そういうことで、思い切って独立し、今のこのセミナーがございます。背中を押してもらってよかったなって、本当に思っています。ありがとうございます。はい。はい。言葉が変われば、気持ちが変わります。気持ちが変われば、行動が変わります。行動が変われば、 当然それについてくるる結果が変わるんですよね、はいえー、っともう一度このペップトーク整理すると短くて分かりやすくてポジティブで魂を揺さぶる人をやる気にさせる言葉がけ勇気づけトークでございました。まあ、あのもう一つのねプペトーク参考にここに書いてますが全く違いますよね。 はい、この今日はこのポジティブっていうところを注目してください。えー、好感度を上げる。私の周りにいてる素敵だな、この人ともっと話してたいなって思う人の特徴は、みんながその言葉肯定的な言葉を使ってたっていうところ。 ここにちょっと焦点を当てまして、え、ペップトークポジティ語の作り方このコツを。はい。今日は2つ紹介したいと思います。まず1つ目です。捉え方を変えて言葉をチョイス。これでございます。どういうことかと言いますと、はい。これ見てください。コップに水をこれくらい入れて、 持ってきてててきくくれれ置いてくれたんですよねこれを見て、え半分っていう人がいます。これを見て、わあ、ありがとうと言ってくれる人がいます。ありがとうって言われると、この人好きやわ思いませんか <laughs> 同じ状況ですのにね。これ見てください。雨です。 えー、いや,いやな。今日は雨か。って、目の前にいる人が言ったとき。おー、ラッキー。車きれいになる。洗おうと思ってたんや、ちょうど。たに、一つの状況、事実は一つなんです。でも、解釈は無数にあって、言葉を選べるんですよね。どちらの言葉を聞いたときに、 気持ちが晴れやかか、になりましたかそういうことなんです。事実は一つでも解釈は無数にあってその時に使う言葉をチョイスすることで相手に与える印象は変わります。こういうことがありました。えー、2020年の夏のオリンピック。 素晴らしかったですよねまだ余韻が残っているんですけどもそのオリンピックの招致を目指して、えー、プレゼンテーションをするそういう各国がプレゼンテーションするそういう機会があったんですねはいその時に日本のプレゼンテーターは抱えている問題が5つありますと日本語で言ったそうですでもそれを聞いて同時通訳をされている方が起点を聞かせてくれて英語で 取り組んでる課題が五つ、今日本には取り組んでる課題が5つあります。と訳して英語で通訳してくれた話です。抱えている問題が5つある日本。取り組んでる課題が5つある日本。どちらの方が印象よろしいですかこれなんです。選ぶ言葉で 伝わる印象が違うんですね。本当に簡単なことなんですけどね。はい。これが捉え方変換でございます。例えば、忙しいっていう言葉を聞く。充実されてるんですね。はああもうできない。終わりだ。できたらすごいですね。もう時間がかかって困るんだよ。丁寧にしてらっしゃいますね。 緊張する本気の証拠ですねもう不安で不安で新しいチャレンジをされてるんですねほんと口うるさい情熱的だいい加減やわ容量いいねどうですか同じ状況なんですけども言葉を変えるだけで 伝わる印象変わりませんか。そうなんです。これをプラスのことを走ってる人の印象はやっぱりこの人の話聞いていたいってなりますよね。ここが、はいえー、好感度を上げるコツでございます。はい。もう一つ2つ目してほしい変換をご紹介します。これどういうことか。 してほしくないことに否定形をつけてしてほしい。実は私たちの生活の中で大概これ使ってることに気づきます。例えば、慌てないで言っちゃいませんか子供であったりとか、急いで走ってる人なんかにね。でも、慌てるっていうことをしてほしいわけじゃないのに、慌てる違う。 っていうような表現をしてること多いですよね。何してほしいか。落ち着いてね。言いたいんですよね。じゃあ落ち着いてねって言えばいいんですよね。ミスしないでね。ミスしてほしいわけじゃないんですよね。だったら、丁寧にねって最初から言えばいいんですよね。<laughs> 私、ペップ投稿を学んでからでも、目の前の生徒に、ミスしないでね。明日は遅刻しないでね。 言ってた気持ちがしますそういう風に言われて来てますもんねはい。でもここポイントですダラダラしないで集中してねよくないですか忘れ物しないで持ち物確認してねよくないですか事故らないで今日雨降ってるからではなくて安全運転で行ってね無駄遣いしないで 計画的に使おうね。諦めないで。最後まで粘ろうね。いかがでしょう印象変わりませんかしてほしくないグレーのゾーンだとなんだか怒られてるような気持ちになる時実は私母から言われて思う時あるんですよね。印象のいい言葉を使うということは逆に自分の印象をプラスに取ってくれています。 それが、すみません。あ好感度を上げるコツっていうことだよね。梅干しを想像しないでください。と言っても、出てきたでしょミスしないでね。と言っても、頭の中ではどうですか こんな印象出てきませんでしたかこれ、実は脳はめちゃくちゃ素直なんですよ。一番最初に聞いた言葉をキャッチします。後ろが肯定形であろうと否定形であろうと区別できない。これ脳の仕組みなんですね。はい、ですから、一番最初に捉え方を変えて、前向きな言葉を選んだ言葉を選んで話して 差し上げたら、脳はまずそれをキャッチします。前向きな言葉に反応してきます。否定語ではなくて、してほしい言葉をストレートに聞くと、まずそれが脳に入って、安全運転で行こう。気持ちのいい、印象のいいイメージで言葉を受け取ってくれます。はい。昔、汚すな,なっていました。でも最近見ないでしょ どことも、まだ使ってないのに、きれいにお使いいただきありがとうございます。あってるでしょ。これもやっぱり気持ちのいい掲示ですよね。駆け込み乗車はおやめください。よくアナウンスでされてました。駆け込んでますよね。でも最近は、ホームはゆっくりお歩きください。次の電車が間もなく到着します。 のようなアナウンスに切り替わっています。もし、駅通られることがありましたら、ちょっと耳を傾けてご覧になってください。とても印象の良い言葉にこう切り替わっているということなんですよね、はい。好感度についてお話ししてきました。いかがでしょう好感度については、ペップトーク。短くて、わかりやすくて、肯定的な言葉を使う。ぴったりだと思います。 今日はそのコツを二つご紹介させていただきました。一つは捉え方を変えて言葉をチョイスしてみてください。二つ目は肯定系の言葉をチョイスして使ってみてください。多分皆さんの印象、魅力はさらに上がってくることかと思います。お役に立てれば嬉しいです。池端先生のメイク、 それから、リッツの好感度あ。ごめんなさい。リッツのペップトーク。これで好感度をアップさせて、さらに魅力ある自分づくりをしていただけたらなと思います。好感度アップの言葉がけ、ペップトーク味方につけて、ありがとうございました。